丰州市场是日本东京的重要批发市场，于2018年10月11日正式启用。它取代了旧筑地市场，成为东京的主要鱼市场和蔬果市场。丰州市场位于东京湾丰州地区，由三个主要市场构成：水产市场、水产中介市场和青果市场。丰州市场现代化的设施和高效的运作，保证了东京和其他地区对新鲜海鲜和农产品的需求，成为游客和业内人士了解日本鱼市场文化的重要地点。はい、解体ショーの方は、もうすぐ始まります。本日のお魚はですね、65キロ型生本マグロ愛媛県産となっております。半分まで卸しごと段階でですね、エトセトラマグロご質問コーナーございます。日頃、疑問に思ってる生のマグロのエトセトラ、なり、減りはどうなってるんですか、入荷はどうですか、冷凍マグロの競りはどうですかっていうような、ご質問事項をですね、今のうちに考えていただいて、エトセトラご質問コーナーの時に言っていただければ。はい、早速ですが、ノコギリで、マグロの方を落としていきます。はい、大丈夫かなと嫌いながらやりますので、マイク近づけて通しています。はい、これですね、食事中での話ですが、専門部でマグロは節電です。ここはですね、こう押したりですねしてですね、整理場の方では寝室をチェックします。これこことかですね、赤身素晴らしく赤身も乗っているということが分かります。その辺のところでですね、愛媛県から、ご説明、このマグロ五刀流、あ、マグロじゃないです、工場五刀流ですね、牛刀ってですね、これね、しごまします。はい、マグロの方法をつけます、フリの方法としていきます。お子さんとかいらっしゃらないので、お魚でもね、先ほどよりもこれ、かなり高いので、増えてきました。昨日全部なくなりましたね、限定4名が。本マグロの、胸びれ、具体に対してすごい小さいですね。毛穴マグロ、バチマグロですけど、倍ぐらいですね、もっと強くてですね、ちっちゃい。こちらも落としています。はい、次マグロの、見えないんですけども、喉を落としていきますね。Thank you.
して骨折させないと、体の中に熱を持って、鮮度が保たれないというような状況が起きるんです。これは骨折の後です。骨折させないと、促進させられないんでダメなんですね。はい、次はですね、マグロの心臓部分になりますけども、腹の部分を落としていきます。マグロの腹はですね、セリバルもですね、非常に重要視されております。腹の皮を見てですね、鮮度を見るくであったり、油の乗り具合を、マグロの皮を見ることによって判断します。こちらの表面のですね、液体の部分を、部分を切り分けるためにご説明してみました。中東